CB511 4G だ。なんかこう後ろに樹脂みたいなのが、チン、来たね。150打感が古風。古風。形もちょっとさ、そう、古風だよね。頭側の丸みと、このネック側の、この、ちょっと後ろに膨らんでるやつとかさ、ちょっと後ろ側がこう、ある感じ、シャープじゃなくて、打ってる感じがめちゃめちゃ古風だよね。柔らかいとか、たわむとか、弾くとか、フェイスのその、テクノロジー感がない、最近。あの、後ろに樹脂があるとか、それを感じない。打感とかからも素材、うん、素材感とか普段おおいいね、高いね、おお、はい。じゃあ7番どうかな。7番から僕も得意だよ。長さが。あの双子の岩井さんたちは2人ともこの。あ、そうなんだ。で、シャフトがね、どうだったかな。950のネオと、あとなんか使ってるはず。でもヘッドは2人ともこれ。うん、いいね。88。あれでもそんなに飛ばない。スピンが7300。マジで？スピン結構入ってる。うわ、ミスった。そんなの普通立ってないのかな、意外と。うん、33とか2とかなんじゃない。31とかだったらもっといくから。そうね、うん、2とか。でも下目は強いよね、上がるよね、今のも。これ下目、まあまあ190、寒いから飛んでないだけ僕が。98、でもスピンが結構入るんだよ、7000だよ、レンジで今。あ、そう。うわ、めっちゃいい球。あ、いいね。今しかも打感ちょっと違った。やっと柔らかい感じした。うん。すごい、って6番までしか入れてないんじゃなかったかな。あ、そう、明日たち、うん、で、上に飛び系の6番をまた入れるとかだったかな。同じヨネックスの、うん、土。でも球すごい上がる。前行ってないんだろうね。え、スピン7007。ちょっとこれは本気でね、もう一回測ったら分かるんだろうけど、うん、思ってるより前行ってないね。で
この球いいよね、うん、上がるんだよね、ゆっくり飛んでいく感じがする、うん、でもなんか芯あるよね、そういう感じはする、そんな広くない芯あるよね、うん、いハマったらなんかめっちゃいい打感と飛び方するんだけど、いかに道具に助けられてるか日頃、うん、なんかこう ああダメだ、そうだね、ちょっと5番は5番は俺打てない、うん、ちょっと後ろ見えるの気になるな、僕のセットアップの仕方だと。あ、そう、僕こう立てておくからさ、色の違いで見えちゃうんだよね、後ろが。今のどうなの？今のもそんなにいい当たりではない、ちょっと下目、うん、うん、まあちょっとずるいけど飛ばし方としてラン含め、そうそうそうすっごいね、ドライビングアイアン的な感じだ、下りだったらいつまでも行くやつ、そう、もうちょっと高さをね出していかないとおー、こんぐらいね、うん、うん、まあまあまあ、見てもらいましたが、今回打ったのがヨネックスのイゾン CB511 ポジドアイアンです。これですね、女子ゴルフの岩井、うん、姉妹2人ともこれ使ってるらしいです。なんかね、カーボン樹脂みたいなやつが、キャビティのこの後ろの部分になんか挟んであるのが、振動をこう抑えるみたいな役割があるのと、あと、フェースにマイクロコンベックフォージドフェイス、溝とは別に細かいなんかね、ラインが、凹凸のラインがあって、スピン性能、雨の日とかラフからでも安定したスピンが可能になってますよみたいな感じらしいです。形状としては、ですね、まあ、小ぶり感ではあるんですけど、結構ヒールが高いというかね、うんうんうん、後ろにこう下がってるようなグースが程よい感じ、うんうんですね、でなんか古風ですね、うん、見た目の雰囲気がね、形状からしてあまりこういうアイアン見ないですね、最近ね、最近はね、うん、っていうような感じです。で7番で32度、ピッチングから46度なんですよこれ、うん、これもあんま見ないですよ、うん、ロフトが7番で32度からと思うピッチングでさ、43とか4とか、うん、それぐらいでもいいのに46で、スピンがねまあまあ入ります。レンジで打ってても9000ちょっとぐらいでしたから、まあ本気で打つとね8000ちょっと、まあロフト通りというか、うん、アンテナリというかそれぐらい入るんですけど、めちゃめちゃ球高いですよね、うんうんうん、下目に当たってもかなり上がってくれるっていう。ただ46度というロフトに関しては友とかはめっちゃ飛び系、まあ、僕も飛び系ですけど、うんうん、結構飛ばないなっていう感覚すごいあると思うんですね、うん、さらに上に行くしね、飛距離もやっぱり、ね、スピンが結構入るんですよね、本球だと6000中盤とかは全然入るし、トモもやっぱスピンが入る分普段より飛ばないなっていう、うん、まあ、これも上がりやすいですね、7番アイアンの人でもね。で5番とかなんですけど、この EYさん2人とも6番までしか入れてないのかな、この上をねなんか飛び系のアイアンを入れてるみたいなんですけど、5番はまあまあ結構、うん、ちょっとまあ難しいのかなと思いますね、うん、まあでもこれ全体的に言えるのはやっぱ80台が出るような人、アイアンの打点が安定してる人
ある程度操作を加えながらもみたいな人が使うアイアンだと思うので、まあ、とにかくまあ5番とかはちょっと難しくなると思うし、まあ、さっきから言ってるように飛距離が出る方ではない、ね、というところ、あと形状の癖がちょっとあるよねというところですね。まあでもね、ちょっと捕まり傾向なのかなとも思います。見え方のその形状もあるけど、5番ぐらいからあのバックフェース側とか見えるのね、ちょっとチラチラ、このくぼみ部分みたいなところ、ちょっと気になります。で、あとはどうかな、シャフトがですね、形は950のネオを使ってて、佐藤さんがなんかね、自社 の, あのカーボンシャフトだったかな、はい、ザアイ 10g 台とかそういうのかなっていうことだと思います。意外とでもこんな形状のアイアン立ってるんだなというか、うんうん、そうだね、他にもこういろんなラインナップがあるだろうけれども、うん、なんかでもまあ他にもさ、こういう軟鉄系でもあるし、まあ CB 系とかいろんな素材使ってる他のメーカーもあるけど、意外とこれねいいですね。立てて入れたりとか道路で売ったりとかできる人は苦にならないんだろうね。僕みたいに助けてもらいたい人はまだちょっと早いというか、ちょっと縁がないかな、うん、このロフト帯で選ぶのであれば意外と売ってみたらよかったっていうことになる可能性はあるかもね、うんまあ、そんな感じです。はい、ありがとうございました。